勝てば天国、負ければ地獄。ギャンブルの結果で全てが決まる学園バトルロイヤル賭け狂い。そのテレビアニメ第2章がいよいよ放送開始。皆さんこんばんは、桃葉キラリ役の沢城みゆきです。この動画ではアニメ第2章の放送開始を記念して、本作のキャラクターを演じる引きの強い豪華声優たちが集結、熱いギャンブルバトルを繰り広げます。果たして真の賭け狂いは誰なのか。舞台は準決勝。前回の予選を勝ち抜いた4人が今度は決勝への切符をかけて戦います。今回はトランプゲームブラックジャックで対決。5回ゲームを行い、チップの所持数が多かったプレイヤーが勝者です。では今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、カジノで遊んだことあります？ないでもないですよね、なかなか。ラスベガスでこう華やかなみたいなイメージが、はいはいはい、もう本当にこうなんか黒服の人が立っててみたいな、マダムと紳士たちのたしなみみたいな。ありますね。あるけどね、美容ドリンクを。おーおーおー。で僕はヘッドホンにしました。 Bluetooth のヘッドホンにしました。いいね。これ優勝者が総取りできるみたいな。そうなの？自分の欲しいものだけじゃなくて総取りなんですか？ですらしいので、じゃあ私が勝てばそのヘッドホンももらえる。美容ドリンクだけじゃなくてヘッドホンも来るし、あの他の方々のも来るかもしれないしっていう。うわ、これはちょっと勝ちたい。ちょっと頑張りたいですね、これは。勝ちたいですね。ブラックジャックはポーカーやバカラと並ぶ人気のトランプゲーム。手にしたカードの数字の合計が最も21に近かった人が勝者です。2から10のカードはその数字の通り計算し、絵札であるキング、クイーン、ジャックは全て10と数えます。エースは1か11で自分の都合のいい方で数えることができます。カードは何枚でも引くことができますが、引きすぎて合計が21を超えてしまうとバーストとなりゲームオーバー。21を超えないように気をつけながら、さらにカードを追加するか、もうやめるかを決断しましょう。ではどうぞおかけください。1戦目なんでね、まあ、最初ちょっと様子見で、はい、もうじゃあ僕30秒。確かに40秒。あー緊張する。10 19ですね。ディーラー8です。ヒットで。ヒット12からの12。ヒットで。ヒット12からのバーストうわいきなりか。ステイレ。ステイレディーラーが18。18対19なので計算なしです。おーすごい。あー増えた。50。ちょっとじゃあ20でいきます。です。お5か15、パピ11です。ディーラー10カードプロテクトします。ごめんなさい、ブラックジャックだってディーラー。こんな、そんな強い。取り返したいな。5 40でいきます。どうも。おっ、よしよし。ブラックジャックです。パピ15ですね。ディーラー6です。ブラックジャックおめでとうございます。やったー。ではここの時点で勝つです。お60ドルですね。やった。ヒット。お15からの19。はい、ステイ。ディーラーカードオープン。ディーラー16カードつきます。ディーラーバーストです。おめでとう。やったー。50で10いきます。2 812。リーダーが3です。ヒットで。からの16です。ステイで。ステイで12です。ヒット。ヒット12からのトゥーミニバーストです。あー見たー。リーダー9からの16。もう一回引きます。19なのでごめんなさい。うわーもう全部持ってかれた。やばいやばいよ。あたし50100。よろしいですか？いいですか？いきます。どうもです。7 4 12 11。リーダー8です。
ヒットで。ヒットで12からの17。ヒットで。ヒットで17からのバッコーで。うわごめんなさい。ヒットで。お、ヒットで。いった。17からのバッコー。うわー。勝った勝ったおめでとうございます。ありがとうございます。ということで決勝戦に勝ち進んだのは早見さんと伊勢さん、おめでとうございます。いやそれにしても皆さんとっても楽しそうでしたね。ディーラさんも親切な方でしたし、このゲームだったら私もやってみたいかな。次回はついに決勝戦、果たして勝つのはどちらでしょう。皆さんも一緒に駆け狂いましょう。